はい。皆さん、こんにちは。ワンダリグルビジです。では、今回は、信長の野望革新パワーアップキット、本能寺の変シナリオ、明智光秀プレイ、続けていきたいと思います。苦戦に苦戦を重ねていたんですが、ついに大阪、石山を取りました。これによってね、畿内の大半を手中に収めることができています。西は姫路。まあ、ここはね、今、最前線になっているんですけども、鳥取城の、橋場家、さらに岡山の宇喜田とは同盟を結んでいますので、これらとはね、このままいい関係を継続したいと思います。で、一方、岸和田城、ここはまだ織田家の領地になってますので、この岸和田城で、まずはしっかり、抑えてですね、完全に織田の勢力を畿内から排除したいというふうに思います。さらに安土城もですね、まあ皆さんご存知のこの大城郭。兵力4万、1万3000、耐久4万というね、巨額になってますので、これも攻略を視野に入れていきたいと思います。ではまず兵糧少なくなってますので、国の立て直しから時間を進めていきましょう。池田照正隊が坂本に城を築こうとしているので、これ妨害しておきます。ここに城を作られると、まあ、二条五所の喉元に刃を突きつけられた状態にもなろうかと思いますので、ここは一度、この坂本城の築城を邪魔します。あと、信長亡き後、織田家。まだまだお金たんまり持ってるので、お金はね、こっちで少しでも増やしたいので、もし敵からね、人質の交換等々が出てきた場合にはお金と引き換えていきましょう。そして今ちょうどね、大河ドラマ、麒麟が来るでも話題になっている中心人物の一人、筒井順慶。これと同盟結んでおきましょう。外交層南攻防展開を出して、様之助を。様之助を人質はないだろう。これはまあ一旦拒否しましょう。まあ順慶の方から同盟を結んでくれと言ってくるまで少し待ちますか。あるいは攻め込んでもいいですよね。まあ、一つの手段としてですね、うまく機能するのであれば、織田家はもう少しの間残しておいてもいいかなとちょっと思っている部分もあってですね、まあ、それはなんでだというところなんですけど、実は北条がだいぶ大きくなっている節があってですね、もう北条を抑える、まあ、その干渉地点みたいなことになってくれればいいかなとちょっと信長亡き後の織田家のことを考えていまして、そうなった場合はですね、織田家が弱くなりすぎると北条家に逆に飲み込まれてしまう可能性があると。それは避けたいよねというのもあって、そうなるとですね、織田家を潰す前に順慶を倒して、しまうというのも一つの手なのかなと思ってます。順慶を倒して宇喜田と手を切って西へ進行、あるいは四国へ進行っていうね、この辺りを視野に入れて戦っていく、進めていくというのも、まあ、ありなのかなとちょっと思ってます。残念ながら予定していた坂本城の築城妨害作戦が失敗に終わってしまったので、今度はじゃあその坂本城をもらい受けに行きましょう。なんとしてもここに織田軍をのさばらせておくわけにはいかないので、数増9000、あと光秀自ら6000を率いてこの坂本城の奪還戦に向かっていきます。まあ、ただ、手こずるようであれば、あえて坂本城は深追いせずにですね、二条城守り固いので、放置するというのも念頭に置きたいと思います。まあ、鉄砲とかがね、輸送されてきて防御力が上がる前にできれば、ここは前線基地として、光秀が使いたいですよね。では坂本城の攻略戦です。
坂本城はかつて光秀が居城としていた城ですね。ここを我がものとしようという戦いです。我が計略を受けてみよう。気合を入れよう。はい、てくれたな。カズマスもできれば同士打ちまでで、ね、身につけてもらいたいなとは思ってるので、同士打ちまで頑張って覚えていきましょう。さあ、ここはもう放っておいても落とせそうですね。ではこの先の展望ですが、兵力2万という化け物じみた軍勢の数になっている筒井順慶、ここの攻略をね先に行いたいと思います。で、筒井家といえばですね、やっぱりなんといっても外せないのが左近ですね。島清興、彼を配下に加えたいというのもありますので、筒井順慶大和郡山城攻略戦をね、始めていきたいと思います。さあ、浮田が同盟切れて、この姫路城に向かってきているというのは報告が入っています。これは外交要請で、羽柴家に防衛の援軍をお願いしましょう。外交層展開、彼を派遣して姫路城の防衛にあたります。姫路城自体もですね、改修に改修を重ねて、だいぶ城の規模大きくなって、防御力高くなってますので、この程度の数であればやられることはないかなと踏んでいます。ただ筒井家を倒そうと思っていた矢先ではあるんですけども、展開を変えてですね、この先は一度戦争を仕掛けてきた浮田家攻略に舵を切り直したいと思います。このままねやられっぱなしというわけにもいかないので、浮田の外交状況ですが、毛利と結んでますね。毛利とことを構えることになるということになります。では出陣していきます。ここは何が何でも浮田をギャフンと言わせてやりましょう。目的は岡山城になりますね。その数1200しか防衛戦力いないので、この隙に一気に岡山城を積み取りましょう。五所から14,000、あと大阪からも5,000ほどは出陣していきたいと思います。撤退していきますね。これを追撃して一気に城を取りましょう。一方どうだい、これ見ると毛利が羽柴の城、鳥取城の攻略に取り掛かってますね。これはかなりの大舞台だな。まあ持ちこたえてもらわないと逆にまずいことになりそうですけど、鳥取城の戦いは羽柴軍が毛利軍を撃退しましたね。となれば我々が岡山城を取るという段取りに変わっていきます。鉄砲の数が1300丁か、それなりに数はあるな。激励なんかを飛ばしながらしっかりと攻略戦進めていきましょう。城内に突入しました。岡山城あっさり取れそうですね。そうすると残り浮田は備中高松城、あとは港が一つですね。備中高松城は秀吉が本能寺変が起きた時水攻めをしていたところで有名な城ですね。まあ、この2つの城も取っちゃいましょうか。ただ下津城に関しては武将の数が11、さらに兵力が1万3000というかなり大きな城なので、今すぐ攻略戦開始しても倒せる城かというとちょっと微妙ですよね。姫路城からも軍を出陣させて倍の兵力を用意して戦っていきましょう。では岡山城から全軍で下津港ですね、こちらの攻略に入りたいと思います。一気に浮田家を滅ぼしにかかります。ちなみに八幡城はですね、羽柴軍が逆に攻撃を仕掛けて毛利から奪い取ってますね。いや、もうこの計略のコンボ決まるとあっさり城が落とせるわ。浮田の青家は解放して、このあと
すぐに備中高松城攻略戦を行って、そこで、彼らを配下に加えたいと思います。まずは周りに展開している敵の残党軍、これを撃破していきましょう。浮田秀家5000がまだ健在ですね。浮田隊を撃破、そしたらこのまま備中高松城攻略に向かいましょう。続け。いや圧倒的だな、本当に強い軍に育ってきましたね。毛利軍も援軍が出せる状況ではないので、このまま備中高松城攻略しましょう。そう考えると橋場軍がよく戦ってくれましたよね。姫路城の防衛もうまくやってくれて、毛利方の八幡城も攻略してくれたというのは本当に大きいですね。勢力図でいうと、さらに徳川がやっぱり武将の質量多いというのもあって、北条を食い始めているので、まあ、当初はですね、北条が大きくなるのを防ぐ、まあ、その役割として織田家を期待してたんですけども、もう織田家を残す必要はなさそうなので、浮田攻略後はいよいよ織田家殲滅戦に入っていこうかなと思います。はい、備中高松城の攻略完了です。そしたら軍を引き上げて、二条五所で論功行賞を行いましょう。はい、浮田秀家直家親子、これをね、家臣に加えて、さらにこのね、浮田を、明智を大きくして、次は織田家との決戦に入っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。